中村山城は、木の国室くんに存在した、日本の城。小浅市中心部に位置する、標高約50メートル、飛行差約40メートルの中、村山丘陵全体に築かれた平山城。この地域一体を治めていた中市の本拠の城である。戦国時代に、中新八郎が築城した。中新八郎は、伊勢国式田畑市の一族の末裔と向かい、 武田氏の老人の子孫とも諸説あるが、詳細は不明。天正十年堀内自然が、木の国北部に侵攻し、その際大和瀬にも攻め寄せた。城の守備に従事したのは、中新八郎を中心とした瀬古市、北村市、庄司市、田所別島市、林市の六人衆で、この城を拠点に、現在の大和瀬市内にある山の上取りで、関三歳に婦人した。 中村山城に牢城をして奮戦したが、ついに支えきれず、庄司氏が堀内自然と和を講じて降伏した。現在は、城石全体が中村山公園として整備されており、当時の名残はほとんど残っていない。なお、中村山公園は桜の名所としても知られている。本丸跡地に、昭昆祭相撲大会の際に使用される土俵があり、二の丸跡には、 尾瀬市立天文科学館が置かれている。唯一、櫓台には中村山城が存在したことを示す石踏みが建てられているが、長年の風化の影響でほとんど何が書かれているのか読めない状態となっている。三重県尾瀬市中村町ざ中村山。ありがとうございます。